ロシアの侵攻で日本に避難しているウクライナの人たちを励まそうと、ウクライナの人気バンドとの交流会が昨日都内で開かれました。心理カウンセラーで作る全国心理業連合会が主催したイベントには、県内の避難民などおよそ100人が参加し、ウクライナの人気バンドカズカのオレクサンドラ・ザリツカさんがウクライナの伝統曲や国歌を披露しました。この後、参加者は平和への願いを短冊に書いて笹に飾り、メンバーと写真を撮るなどして交流を図りました。Life is together and this Ukrainian song is like so near for me, for my country. It was an amazing day. I hope that peace will be in Ukraine soon.